基本フォーメーションですね。こちら、はい、442もしくは4123、まあ、去年までね青森山田でプレーしました宇野禅斗選手、選手ね、そして、まあ、FC 東京でもう大ブレイクしたと言ってもいいでしょうね、松木玖生選手が青森山田時代はここのポジションを任されてました。さあそして守備の特徴ですね、真ん中にちょっとこう絞って守るというね、うん、なるほど、サイドでボールを持たせて一番失点する確率が高いゴール前やペナルティーエリアをしっかり守るという戦術を取るそうなんですよ。どうなんすかね。